何見てるの？見せ物じゃないんだけど。何してるんだ？仲間同士じゃないのか？仲間？そんな薄っぺらなものと同じにするな。僕たちは家族だ。強い絆で結ばれているんだ。それにこれは、僕と姉さんの問題だよ。余計な口出しするなら、刻むから。違う。家族も仲間も、強い絆で結ばれていれば、どちらも同じように尊い。血のつながりがなければ薄っぺらだなんて、そんなことはない！それから、強い絆で結ばれている者には、信頼の匂いがする。だけどお前たちからは、恐怖と、憎しみと、嫌悪の匂いしかしない！こんなものを絆とは言わない！まがいもの、偽物だ！なんて、言ったの。お前、今なんて言ったの。すごい威圧感だ。空気が重く、濃くなった。伊之助、ごめん。頑張ってくれ。もう少し。この鬼を倒したら、すぐ行くから。必ず助けに行くから！何度でも言ってやる！お前の絆は、偽物だ！お前は一息では殺さないからね。なんてズタズタにした後、刻んでやる。でも、さっきの言葉を取り消さない。一息で殺してあげる。取り消さない！俺の言ったことは間違っていない！おかしいのはお前だ！間違っているのは、お前だ！そう。それなら初めに言った通り。お前はズタズタにして刻んでやる。糸の動きが変化してきて、戦いにくい。一瞬の判断の遅れが死につながる。油断するな。少しも油断するな。相手の動きから目をそらした。何の水で思ったより頭が回るやつだ。恐怖にひるまない。水の呼吸、一の型。まあ、関係ないけどね。水面蹴れ！刀が折れた！信じられない！この子の操る糸は、これまで切ってきた鬼の体よりも、なお硬いのか。避けきれない。禰豆子、兄ちゃんをかばってごめんな。背負っている箱から女の子。でも気配が鬼だわ。兄弟か。だったらなんだ！兄弟。妹は鬼になってるな。それでも一緒にいる。ルイ？妹は兄をかばった。身を挺して。本物の絆だ！欲しい！ちょっと待ってよ、お願い！私が姉さんよ！姉さんを捨てないで！うるさい、黙れ！結局お前たちは自分の役割もこなせなかった。いつも、どんな時も。待って！ちゃんと私は姉さんだったでし
挽回させてよ。だったら今山の中をチョロチョロする奴らを殺してこい。そうしたらさっきのことも許してやる。わかった、殺してくるわ。坊や、話をしよう。僕はね、感動したんだよ。君たちの絆を見て体が震えた。この感動を表す言葉はきっとこの世にないと思う。でも君たちは僕に殺されるしかない。悲しいよね、そんなことになったら。だけど回避する方法が一つだけある。君の妹を僕にちょうだい。おとなしく渡せば命だけは助けてあげる。何を言ってるのかわからない。君の妹には僕の妹になってもらう。今日から。そんなこと承知するはずないだろう。それに根豆子は物じゃない。自分の思いも意志もあるんだ。お前の妹になんてなりはしない。大丈夫だよ、心配いらない。絆をつなぐから。僕の方が強いんだ。恐怖の絆だよ。逆らうとどうなるかちゃんと教える。ふざけるのも大概にしろ。恐怖でがんじがらめに縛りつけることを家族の絆とは言わない。その根本的な心得違いを正さなければお前の欲しいものは手に入らないぞ。鬱陶しい、大声出さないでくれる。合わないね、君とは。禰豆子、お前なんかに渡さない。いいよ別に、殺して取るから。俺が先にお前の首を蹴る。威勢がいいな。できるならやってごらん。十二気づきである僕に勝てるならね。加減の五。やっぱりこの強さ、この子が本物の十二気づき。家族、父には父の役割があり、母には母の役割がある。親は子を守り、兄や姉は下の兄弟を守る。何があっても命を懸けて。何のことだ。僕はね、自分の役割を理解してない奴は生きている必要がないと思っている。お前はどうだ。お前の役割は何だ。お前は僕に妹を渡して消える役だ。それができないなら死ぬしかないよ。勝てないからね。糸は簡単に切れない。どうする。折れた刀身であの子の首が糸より硬い場合。嫌な目つきだね、メラメラと。愚かだな。もしかして勝つつもりなのかな。禰豆子！うるさいよ。このくらいで死にはしないだろう、鬼なんだから。落ち着け、感情的になるな。集中しろ、呼吸を整えろ。恐れるな、奴の懐に入って首を切るんだ。そして禰豆子を助け出す。禰豆子、少しだけ待っていてくれ。絶対に、絶対に兄ちゃんが助けてやる。本当に嫌な目つきをする。僕をとことん苛立つ。殺す、殺す、殺す。安心していい。君がいなくなったら君の妹は僕が邪魔してる。
従順になるよう、しばらく出血させ、それでも言うことを聞かないなら、日の出まで釣ったままにして少し炙る。そうすれば、もう僕に逆らおうとしないだろう。これで絆は完成だ。お前の言っているのは絆じゃないと言ったはずだ。お前の言っていることは、ただの芝居だ。何もかも間違っている。間違っているのは、なお僕を苛立たせる、お前の存在だ。バラバラに刻んであげるの。でもそんなこと関係ない。この刀でも接近すれば鬼の首は切れる。接近しろ、恐れるな。俺は勝てる。いや、今だ。全集中。水の呼吸、龍の型。無駄だよ。板の強度はこれが限界だと思ってるの？筆記術、国士論。もういいよ、お前は。さよなら。ダメだ。この糸は切れない。まだ回転が足りない。さっきの糸とはまるで違う匂いだ。絶対負けるわけにはいかないのに。死ぬ、負ける、死ぬ。炭治郎、呼吸だ。息を整えて火の神様になりきるんだ。炭治郎、ほら、お父さんの神楽よ。うちは火の仕事をするから、怪我や災いが起きないよう、年の初めは火の神様に舞を捧げてお祈りするのよ。父さんは体が弱いのに、どうしてあんな雪の中で長い間舞を舞えるの？あれは肺が凍りそうだよ。息の仕方があるんだよ。どれだけ動いても疲れない息の仕方。正しい呼吸ができるようになれば、炭治郎もずっと舞えるよ。寒さなんて平気になる。火の神神楽。演武。こいつ、走れ炭治郎、走れ。生きているように動く糸、瞬きをする間もなく、もう新しく糸が張られた。もし今一旦引いたとしても、水の呼吸から火の神神楽の呼吸に無理やり切り替えた跳ね返りが来る。おそらく俺はこの後すぐに動けなくなるだろう。だから今この瞬間は逃せない。肺を、足を、力を、全てを出し切れ。進め、前に進め、前に進め。こいつ、いつになったらくたばるんだ。
冷静だ。敵技術こっちだ。行くぞ。見えた、月の糸。ネズコ、起きて。ネズコ、今のネズコならできる。頑張って。お兄ちゃんまで死んでしまうわよ。技術バケツ。わからん。だが僕の首は板より硬い。切ることはできない。俺とネズコの絆は誰にも。父さんが助けてくれた。家に代々伝わる神楽でなぜ技を出せたのかわからない。でもそれで助かった。勝てた、勝てたよ、禰豆子。目が見えづらい。体中に激痛が走ってる。呼吸を乱発しすぎたせいか、早く回復しなければ。俺はまだ戦わなければならない。伊之助を助けに行くんだ。早く。あ、血の匂いが濃くなった。死んでないのか。首を切ったのに。僕に勝ったと思ったの？かわいそうに。哀れな妄想して幸せだった。僕は自分の意図で首を切ったんだよ。お前に首を切られるより先に。もういい。お前も妹も殺してやる。こんなに腹が立ったのは久しぶりだよ。立て、早く立て。呼吸を整えろ。急げ、早く。何の未練もなくお前たちを刻めるよ。血鬼術あやめかご。焦るな、息を乱すな。落ち着け、落ち着けば。腕が上がらない。そうだ、俺は毎日毎日父と母が恋しくてたまらなかった。偽りの家族を作っても虚しさが止まらない。結局俺が一番強いから誰も俺を守れない、かばえない。強くなればなるほど人間の頃の記憶も消えていく。自分が何をしたいのかわからなくなっていく。どうやってももう手に入らない絆を求めて
必死で手を伸ばしてみようが届きもしないのに。小さな体から抱えきれないほど大きな悲しみの匂いがする。暖かい日の光のような優しい手。人を食った鬼に情けをかけるな。子供の姿をしていても関係ない。何十年と生きている醜い化け物だ。殺された人たちの無念を晴らすため、これ以上被害を出さないため、もちろん俺は容赦なく鬼の首に刃を振るいます。だけど鬼であることに苦しみ、自らの行いを悔いている者を踏みつけにはしない。鬼は人間だったんだから、俺と同じ人間だったんだから。お前は あら、どうして邪魔をするんです？富岡さん、鬼とは仲良くできないって言ってたくせに、何なんでしょうか。そんなだからみんなに嫌われるんですよ。さあ富岡さん、どいてくださいね。俺は嫌われてない。ああ、それすみません、嫌われている自覚がなかったんですね。余計なことを言ってしまって申し訳ないです。坊や。あ、はい。坊やがかばっているのは鬼ですよ。危ないですから離れてください。違います。いや、違わないけど、あの妹なんです。俺の妹で。それで。まあ、そうなのですか。かわいそうに。では苦しまないよう優しい毒で殺してあげましょうね。動けるか。動けなくても根性で動け。妹を連れて逃げろ。富岡さん、すみません。ありがとうございます。これ対立違反なのでは。富岡さん、そうだ、あの時俺たちが出会った人だ。禰豆子が鬼になって右も左もわからない俺に鱗滝さんを紹介してくれた富岡さん、そしてまたここでも助けてくれた、感謝しかない。体中が痛い、苦しい、痛いと叫びたい。でも我慢だ。足を止めるな。体を動かせ。少しでも遠くへ。富岡さんのこれは対立違反です。鬼殺の妨害ですからね。どういうつもりなんですか。なんとかおっしゃったらどうですか。あれは確か2年前のこと。そんなところから長々と話されても困りますよ。嫌がらせでしょうか。嫌われていると言ってしまったこと根に持ってます。伝令伝令。炭治郎、禰豆子、両名を拘束、本部へ連れ帰るべし。
炭治郎および鬼の禰豆子拘束し本部へ連れ帰れ。炭治郎額に傷あり、竹を噛んだ鬼禰豆子。あなた禰豆子？額に傷がある。よし、拘束だ。ほら、さっさと行くわよ。他のみんなも撤収し始めてる。この山での戦いは終わったのよ。